よいしょ。はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、速報です。今3月18日の金曜日、時刻は23時41分です。で、メインチャンネルの方がね、調子悪くて、動画がすごいスローモーションで全くアップロードできなくて、で、セカンドチャンネルの方は普通にアップできるんで、 1.08 の情報をいただいて、そっちの方にねアップしました。まあ、この動画をどっちにアップするか試してみないと分かんないです。それでずっと今リロードリロードリロードでね、ここ30分以上やってたんだけど、たった今ね、これ公式でユーザーの皆様へっていうのが出てきました。で、アップデートのお知らせもついほんの数分前まで 1.07 で更新がなかったんだけれども、ここのところがね、3つポンポンポンって更新されました。で、ツイッターの方を見てみると、ツイッターの方は相変わらず更新がありません。で、山内さんの方も更新が来てるかな、どうだろう、よやっぱないね、申し訳ありません。なんで、ここのまず公式の内容が更新されたみたいです。じゃあ、ここの内容をちょっと見てみましょう。3つあるのかな、18、18、18、ここは確かね違うと思ったんだよな。で、アップデートのお知らせがあって、まあ、おじいの予想だと 1.06 を 1.08 にして戻したのかな、それともアップデートしたのかな。グランツーリスモ7はゲームのアップデートを実施しました。アップデートは以下の通りです。ユーズドカーおよびレジェンドカーのラインナップが表示されない不具合があるを修正しました。ワールドマップ画面に行かないでゲームが開始できないことを修正しました。まあ、ここら辺が 1.08 で、 1.07 はカーシッティングとかね、ここら辺はもう元々あったやつだよね。ミッションとかライセンスとか、もうここら辺のタイヤのバグ修正とか、あとはお金がもらえ、報奨金、これね、ないでの足で、ね、減っちゃったよっていう、そこら辺はもう話題になってる通りで、 1.08 はここだね、ユーズドカーおよびレジェンドカーのラインナップが表示されなかったっていうね、これを修正したのと、ワールドマップに画面に行けなかったので、ゲームが開始できないことがある不具合を修正したということで、これが重大な内容だったのかな、どうなのかなっていうね。まあ、このユーズドカーおよびレジェンドカーのラインナップが表示されないと、うわーってことになるし、で、あとワールドマップの画面に行けないんだったら、うわーってなるよね。まあ、これはメインのゲームとしてのね、軸なんで、まあ、それは重大なバグになるわね、これね。なんでこんなことが起きたんだろうね。で、それを 1.08 で修正しましょうってことなんだね。で、データがどうのこうので、ああなっちゃった、こうなっちゃったの場合は、1.08 にして、中身を 1.06 で上書きをすれば、ダウングレードしたくても戻せるよねっておじい話したんだけど、まあ、データの移行とかの問題あるけど、まあ、どうなんだろうねって言ってはいたから、まあ、どっちで来たのかなと思ったんだけど、ちゃんとした修正で来たみたいです。じゃあ、このユーザーの皆様、これお詫びかな。じゃあ、今回のアップデートにおいて起きたことをお伝えしますね。やっとここで報告が来ました。 1.07 アップデートをまさにリリースする直前に、市販の PSO、PS5 の一部で正しくゲームが起動できないことがあるという不具合を発見しました。これは開発機でのテストや事前の QA チェックでは発見できなかったバリな現象でしたが、ユーザーのセーブデータの保護を優先するために 1.07 アップデートをリリースを中止しって、アップしちゃってんじゃん。だってリリース中止してないじゃん。 0.08 の修正アップデートを作るという決断しました。いや、みんな 1.07 でアップデートをリリースされたの、だってアップしちゃったじゃん。だってで、これがお待たせしてしまった理由です。ご報告が少ない。でもこんだけのことだったら、なんでこんな1日以上言わないの、おかしいでしょう。で、また今回のアップデートでは一部のイベントのリワードを調整しました。その理由と今後の予定についてもお話しします。
GT7 では課金なしでも多くの車とレースを楽しんでもらいたいとか、本当かよ本当かよ、俺のフェラーリは 13,500円でジャガー買ってたぞ。同時に車の価格もその価値や、ね、希少性を表現する大切な要素ではあるので、実勢価格とのリンクは非常に、いや その物価を10分の1にすればいいんだよ、そんなとこのリアルはいらねえんだよ、この運転としてのリアルの方だけ集中すれば他のところはいいんだよ別に。本当 こんなゲームの中でも苦しませるな、アホンダマラ。本当 GT7 は多様な手段で様々な車を楽しめるゲームにしていきたいと考えていて、特定のイベントだけを機械的に繰り返しプレイしざるを得ない状況はできれば避けたいと思っている。でもそこに追い詰めてるんだろうが、本当は本当そうしなければならないように追い詰めてるんだろう、金出さないやつに対して。なあ、言ってることとやってることが違うんだよお前らは。どんなに綺麗ごとにごたご並べても通らないよこんなの。しっかり遊ぶ銭を払ってんだから、ふざけたことしてんだほんだら。本当に最低限お金を払った分だけはしっかりとマシンとコースで遊ばせるって言うんだよ、どんな初心者でも。何をふざけたこと抜かしてんだよ本当。みんなが期待してたアップデートと違うわこんなの、アホか。まあ、それらを発展的に解決するコンテンツの追加、レースイベントの追加、機能の追加を含む今後のアップデートの計画は順にお伝え していこうと思います。だから最初に高い定価で予約をして買ったもんがバカを見るってことなんだろう。先に先行して高いお金を出して買ったユーザーが一番バカを見るってことじゃないか。ただのこんな苦しいテスターやらしておいて何にも美味しいものがないじゃないか、アホか。何考えてんだ今この瞬間に。これを具体的に書けないのは歯がゆいですが、多くのプレイヤーの皆さんに楽しんでいただけるよう GT7 を改良していく予定です。長期な視点でグランツーリスモの成長を見守って、ふざけたこと言ってんな、もうみんなメルカリとかヤフオクで追っ払ってるよとっくに、あほんだら。車の価格を10分の1にしろ、ふざけて。それか基本プレイ無料で配布しろ、ダウンロード版で返金しろ、話はそっからだ。ふざけたこと抜かす、あ、これ山内さんかい、これねえ、まだこんなこと抜かしてる。ネットの中の情報見ろよ、お前のところに口出てる、あれをああしてくださいこうしてくださいって、その要望これだけはっつってなあ、ここのところにいろんな人がお願いを書いてるじゃないか。こんなに優しく待ってましょう、大丈夫でしょうって気を使ってるのにね、あれだけはああしてくれ、これだけはこうしてくれってお願いがいっぱい書いてあるじゃないか。こういうリクエストみんな無視かよ、中途半端だな本当。ゲームとしても楽しめねえ、シムとしても全然ユーザーの声でどんどん変えちゃうわけだろ。無駄なとこに金使ってるだけじゃないか。お客さんに還元しろよ、楽しませろよ。最初の人間楽しませなきゃ口コミでも広がってかないよ、こんなん苦しいことばっかりさせてたら。いい年こいて無駄に年食ってるだけじゃないか。ゲームが好きでも何でもないだろう、ふざけんじゃないよ本当。ああ腹が立つ、本当つまらない。モーションセンサーの調子しろよ、
ということで、じゃあもうオンラインができるのかな。じゃあオンライン再接続、まあ、ちょっと一回長押しいかないよ。再起動はどうやってやるの。再起動の仕方が、誰か書いてくれた、なんか長押しするって書いてあったけど分かんないんだよな。こんな不愉快なゲームあるもんか本当。じゃあこれで復活できるのかな。んじゃ今23時52分だな。今これ更新したばっかだから、おそらくこの内容をあのツイッターの公式の方とかにも反映させるはずだから、サーバーの復活でももうするのかな。それとも0時ぐらいからにするのかな。ほんとふざけた内容だろ山内って。何考えてんだ本当。全然楽しくねえよ。もうさっさとさ、あのさっさとユーザーの声に、求めてる声に反映して楽しませるよゲームの中で。ほんとアホだよな。お、やっと復活したねこれ。はい、遊べるようになったよね。やっと遊べるようになったよ。ちょっとじゃあカートかなんか出してみようか。ほんとつまらん。もうこのアメリカ嫌だよほんと。これで車好きなので走れるんだっか。アーケードレースにしよう。で車の変更は設定からだっけ。さあやっと3連休皆さんね遊べるようになるね。なんかもうみんなもらえるもんだと思ってあの期待してたけど、結局データがぶっ飛んでないからもらえないと思った。設定からクラッシュっていうので、あれ車変えらんないだっけ。車変えらんないの。あれこっから変えらんないっていうか、あだ全然ダメだね。めんどくせえなあ、カートで走れねえじゃん。どうやって、もうねえ、このユーザーインターフェースクソ、なんとかなんないの。ほんとほんとクズだよ。めんどくさいこれ、車いちいち変えるのも。ほんとクズ。おじいはがっかりだよ。山内さんにがっかりだね、ほんとね。ゲームにがっかりもあるけれども、ほんと、こんなにいろんなユーザーの声が、いろいろチートで、要望がいっぱいあるのに、やっぱり、仕方だよね。よく信者のみんな耐えてるよな、ほんと。すげえな。ハンドルの感じおかしいし、あと加速する時のなんさ、やっぱりつまんないよ。ドーンってこういかないから。
どこで走ればいいんだよ結局。はあ、つまらん。めちゃめちゃつまらん。これでこれはカートを走れるのか。あ、ダメでしょ、ダメでしょね。アーケードだけ走ってろってことだよね。つまらん。あー、つまらん。よいしょ。あ、時間があと3分しかないじゃん。デイリーあともうちょっと走ればデイリーだけど、やばいやばいやばい、もうあと3分しかない、3分しかない、3分しかない。3分だ、1分走ってたんだけど、59分だ。デリデリ、あれ？おいおい、デリ、おい、おかしいだろう。これ始めるまであと 0.5 ぐらいのところまで走ってたじゃないか。おい、リセットされたんかい。ちょっと待って、おい、ちょっと待って、 あと1分。ちょっと待って、これおかしいだろう。どう考えてもおかしいだろう。さっきの走ってたやつ、もうコース半周回ればデイリーもらえるとこまで走ってたんだよ。あの苦労はどこ行ったんだよ。ちょっと待てよ。あー、時間がない。あと、もう時間がない、時間がない、時間がない、時間がない。あのモードはどこだ、あのモード。オフラインモード。オフラインモードで走ってたんだ、ずっと。デイリーワークアウト 2.5 くらい。あー、なんで、あんだけ走ってて、あと、もうもらえるまであと 0.5 のとこまでやってたのが全部リセットされてんじゃん。嘘だろ、もう30秒しかないじゃん。オフラインモードになんないじゃん。ずーっと何十分頑張って走ってたのがリセットされて無意味になったのかよ。ふざけんなよクソ山内め。やめた。いや、今日のデイリーててててててのさ、締めくくりで見せるために一生懸命さ走ってたんだよ。で、あと 0.5 のとこで寸止めしといてでオンラインしたかったらデータリセットされてんじゃん。電源切ってなかったでしょ、おじい。ふざけんなよ。すべてやった無になったってことじゃん。やってらんないね、ほんと。あー、気分悪い、悪い悪い悪い、もう。やっぱりクソゲーだ、これ。